あ、何おいえー、急に決めたね。んはい、皆さんこちらの動画をてしていただきありがとうございます。本日は雲ですが、何かこちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。まずね、人類は MA エネルギーを発見ということで、まあ、この MA っていうのが結局何なのかちょっとわからないので、これは置いとくしかないなと。で寿命 を縮める星の生命力っていうことでこれに関しては星がまあ寿命がなくなってきてるよっていうことを示しているのかなと思います。で女神としてサリエルっていう存在がいいるよっていうのが明かされましたこれがまた上位管理者より上の存在なのかどうかっていうのがまだねちょっとわからないですねで。縮み続ける人類に竜が激怒しっていうのがあってこれがこの星の生命力のことを指しているのかなと。でその結果今 崩壊のカウントダウンが進んでいますよと何かを生贄にすることによって星が再生できるよっていうことが多分あっ で、この再生の中でこのサリエルの願いと女神の延命ってあるんで、この女神を延命させることっていうのも大事になってくるのかなと。で、管理者としてあの魔王軍の中にも登場してきてる男が名前としてギュリエディスト・ディエスっていうね、名前だったよっていうのが今回分かったよと。前回僕はここの情報とあのオープニングの、ね、映像から魔王が星をね、地球みたいなのを食べているところから魔王軍もね、星を壊そうとして いいいいるんんじゃななかみたたことを言っていたんですけども過去のねアニメの放送だったりコメントから察するにですよ魔王も結局あの星を救いたい側なんだとそのために礎がうんちゃらって話もあったりして結局この管理者がねあの中に加わっているっていうことはここをどうにかしたい側なんだなっていうのが前回よく分かったなとこの世界を救おうとしているのは人間ではなく魔王軍なんだなっていうことだと思うんですけども結局あの魔王軍の 魔王がクモコなのかも前回はね、あの腐食攻撃をね、勇者側に加えたっていう存在として白が描かれていたんですけども、まあ、そうなってくると、雲子白なんじゃないかみたいなまた匂わせが出てきて、まあ、ここに来て雲子は魔王か白にね、どっちかなんじゃないかって形になってきているんですが、まあ、本当にそれであっているのか、この作品は雲子はこの人だよっていう誘導しようとしてるところが結構 強くててててでですすねね果たししそそのの、ね、作戦に乗ってしまっっまいいいかかかどどうかそこがちょっとわらないんですけども僕としてはなんかもうその誘導にね乗っていくのが気に食わなくて、クモコ、マオかしろどっちかっていうね感じに今描かれてますけど、あの二人じゃないんじゃないか説をね唱えたいなと。じゃあ誰なんだよって言われるとちょっとわかんないんですけど、また別にいるんじゃないかなって僕は思いたいなと思っております。前回これがバーってね表示された後に、まぁ、あ、ク子がね落ち着いてなんかか 考えるシーンなんか図書室みたいなのが出てきて頭の中でね整理してるシーンだと思うんですけどもでクモ子はさっき紹介したねホワイトボードに書いてあったあのバーって出てきたものを見て、まあ、一応こんなセリフを残していて、まあ、あれでね世界の成り立ちや過去の出来事スキルやステータスの秘密そういったものが分かりましたよとで世界が崩壊しようとしているんだなっていうことで、まあ、結局強くならなきゃなっていう選択をしたんですけども、まあ、その結果今地りゅうかを倒す っていう形でねお話進んでおります。結果この強くなっていく流れで、まあ、人形に進化することができるようになり、あの魔王だったり白になるのかっていうところですよね。雲子が魔王だったり白だったっていう場合は、またどうやってね今あの軍団長たちがいっぱいいますけどああいう人たちに出会っていったのかっていうのもまあ、これから壮大なストーリーとして描かれていくのかなと思いますが、やはり僕はねここは雲子は雲子視点、そして魔王は魔王。 そして旬は視点みたいな感じでねちょっとまだ雲子別説をね唱えていきたいなというふうに思っております、えー、そしてね今旬の話が出てきたんで旬のお話いきますけども、まあ、旬に関してはまあ、ね、別行動をこれから取ること勇者としてなっていくかなと。 でその中でフェイと契約する流れになりましたで、まあ、スー・カティアとは別行動だよっていうのがね前回のお話で判明しておりますえただ有利に関しては一緒に来るかもねっていうことでまたここがちょっと心配なんですよね結局このフェイちゃんが近畿持ってるっていうことでただこの今フェイちゃんはフェイちゃんで今卵にまた戻っている状態多分進化するって流れだと思うんですけども まあここで逆にどういう進化を遂げるのかっていうのが注目かなといきなりね人型になっちゃうのかどうかみたいなでまあ新しくハイリンスさんがシュンの仲間として、まあ、ユリウスのようにはさせないよってことで登場してきましたよと人間側もかなりね大きな動きがあってこのあといよいよ学園をねシュンくんが離れるって流れになるかと思うんですがそうなってくるとこのスーやカティアの行動特にカティアはね、まあ、前回の世界から前の世界から一緒に来ている人だからこのカティアっていうのが一体どういう行動をまたと っっっててていいくくのののかかうも注目になってくるのかなと、まあ、とにかくお話がねかなり壮大になってきてしまったので、えー、僕もねかなり理解が追いつかない部分がね増えてくるかと思いますが、まあ、そちらね寛大な心で見ていただければなというふうに思っております <laughs>、えー、というわけでね、えー、皆さんも録画したものもしくはビデオのもの使って一緒にお楽しみください簡単なご案くださいまして本編スタートです はい、スタートです。さあ、雲子のアラバ戦の続きですかね。ああ、そうなるよね。ああ、これ前回言ってた技ね。本当にこれ倒せんの今回。今回もまあ引き分けっていうか、まあ逃げるっていうか分かんないけど、もう第3難度とかなっちゃうんじゃないかなって俺は思ってんだけど、どうなんだろう。で、まあ今回雲ですが何か、えっと、12話になるのかな で、来週13話か。まあ、とにかく、今回この2クールぶっ通しなんだよね。で、これが本当にこのクモですが何かに関しては助かりますよ。もうここ最近さ、すごいお話が難しくなってきたじゃないですか。で、難しいお話になってきた時に、ここら辺で今一回終わってしまって、まあ、ストックがあるとして、例えば3ヶ月後もしくは半年後に、まあ、残りやりますよみたいになるとさ、 まあその間に結局さ記憶が薄れちゃうんだよね設定とかのあここどういうことだったっけみたいな、まあ、そういうのがあるとさすげえ困るんだよね難しいアニメってだからまあ今回これが2クールぶっ通しでやってくれるっていうのは非常に助かるなとでそして今ね魔王がさ星をこう噛むシーンがやっぱあるじゃんで魔王が本当にこの星を救いたいんだとしたら なんでああいうさアンバランスというか正反対な演出が入ってるんだろうねそれがよくわかんないんだよね本当に救いたいんだったらあのシーンはちょっと違くないっていうだからまた何かあるのかな星をこう噛むシーンがあるってことはさ裏がさあさあ うん、この地のりを生かしてね。けど、地のりって言っていいけど、雲子はあれだね。なんか空に浮いたまんまだね。まあ、地流があれか、こう登ってくるあれでいいのか。全然当たってねえけど。<laughs> あのデーカさで当たらないってやばくないでもう並列がいてよかったよね。うおいもうこれはもう絶対当たる流れだよね。当たってるよね、多少は。 まあちょっとはね、減ってかない。おおえちょっと <laughs> 意味ねえじゃんむしろ MP 減ってくだけ損じゃねうーん。まだ手抜いてる感じなのか。おいえあなんだっけこれゲームだったっけちょっと幻で。おおおなんだ上から。ああ も挟んでね、この中で爆発みたいなそういうことかなけどそれでも間髪入れず反撃かいダメージ食らってないの今ので。えー、もう、あっちもあんな魔法陣出して、めちゃくちゃじゃん。しかも結局こいつもなんか空浮いて飛んでくるし、おい <laughs> 大きさの差がすごいよねうんあー、まあま雲の糸をねうまく使ってこの地形でえ何が起きてんのいやもうすごいね <laughs> いや戦闘シーンの展開の速さジャガンはああやってるの まあ、ビビたるもんだから結局あの自動回復であれなんだろうね、うん、そこにあれなんじゃないなんかいやーだから結局この腐食ってとこでまた白とねリンク付けられるよねいやすごいスピーディーだな本当にこの作画というかけどやっぱ綺麗なんだよね CG での戦いって。 おうおうおうえああ、からめとろうって。モの糸ってあれだもんね、結構でかいやつでもね、捕まえることできるからね。このかぐ、あらばでも捕まえられるのかなんよけたのか。ああ、けどね、たまにして。いやいやいや、どうなの こんなの当たったところでまた自動回復しちゃうんじゃないか。んなになにああ、またブレスをね。ああ、<laughs> いやもうどう戦うのよこれ。勝てんのか本当に今回 <laughs>。もう意味なくない <laughs> もうこれやってもやってもじゃん。えなにそれ どういういことあなんか接着剤的な当たったら動けなくなるみたいなうーんわからないあーえー、そういうことでいいのかないや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 まあ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 当たんないよよけてるよねうんなな何,何 なあ、これ、支え込んでたんだ。さっきのやつじゃないのあえくっついてんの全部。どういうこともう、俺がわかんないことあらばは理解してるね。俺より頭いいね。ああ、ああ、そういうことを、もう全部とくっついてこうね。あ、けど、ブレス打とうとしてないああ、なんか打たせないためになんかした。え、これ何もうわからない。ああ、 どうダメージを与えられない痛みだけ大軽減えまあそれでも食らうんだこれに関してはけどダメージないんでしょ結局じゃあどう倒すのようんなんかあんのかい結局またそういう感じか連続で。 いや、どうなの本当にそれでいけるのいやいや、だめだよね。いや、これ、どう倒せばいいんだよ。いや、無理なんじゃないか、今回。え何いよいよ本気みたいな感じいや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 。 いいやいや、体勢 <laughs> もう無理やんもうとりあえず引き分けっていうことでいいんじゃないここはまあもうけどもう二度と逃げないんだもんねやっぱ決まるのかあーこのために雲子のために使ったってこと うーんまあけどある種認めてくれたんじゃないか敵としてさこいつは強えみたいなどうするのよ <laughs> いやまあそうよね、まあ、そうなんだけどもどう倒せばいいんすかこれねこの相手をさ もう、わけがわからないって。演出も。一個一個説明してくれないと。な、今度は何それ。また新しい展開じゃないか。え二つの炎の、何なのなんか、<laughs> もう意味がわからない。いや、本当だよ。 あれ燃えてるの体が。そういうこと違うよね ?HP だってもう何も減ってないじゃん。<laughs> こんだけずっとやってて HP 減ってないって。んおい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 い。やいやいや、もうやばくねああ、もう落ちちゃうのああ、上なのね。え、これどこまで上あんのそして。だいぶ来てないもう。 えっ、ね、クモ子のレベルが思考超加速いやこれはなんか使えそうだね。いやけどこれ <laughs> どうすればいいんだよ。いやもういたちごっこって言うけど圧倒的に今不利だろうが。 ね、これずっと登ってるけどさこのスピードでどんだけ深い縦穴なのよいや SP もいやこれ自ひ…え,えもうそんなこと言ってたらもう終わり行き止まりもう一回下に戻るか何かここで叩き落とす的な感じかな、ね、これ落としたら結構ダメージになるけど途中であれか <laughs> いややばくねおいマジでケツに火がついてますやん言葉通りじゃなくうんもうもう訳がわからないもう俺のリアクションも追いつかないええー 行くしかないか。うーん、結局今度下に行くのね。まあ、そうなるよね。もう上はあれもないんだから。けど、今度上にあらばだよ。もうますます不利じゃない、これ。ナ <laughs> イと出たルナティック <laughs>。うん、何をやるの。いや、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 いや。もうやばいって。 うん。もうけど、そんな余裕をね、持たしてくれないよね。ん何いや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 、逆に貼ってあったのかい敵。いや、もうこれまずくないか ?HP なくなるだろう。ええちょっと二つ潰すああ目を ああ、ここでね。いや、でかい目潰しちゃっていいの糸が出せなくなる。いや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 。何してんのいや、今どういうことなんでそんなことしたのあ、体があれか、刺さっちゃってたからってこと こっから勝つってできなくないえー、もう勝てないじゃんだってまだ HP 減ってないだろうええこの状態で上にいくのすり抜けて。 どうやっていやいや、おお、行けたね。まあ、この状態で行くとは思わなかったからまた火の中なの、それで。んああ、いやいやいや、ああ、転移的なね。いやいや、けど、早いんだね、切り返し。おい、とうとう。いや、もう、だめじゃん、これ。 いや、これ無理じゃねえああ、腐食とうとうここで出ました。ああ、さすがに開けたね。口を。けども腐食しちゃったら、いやいやいや、もう体ボロボロ。 <laughs> これうもう無理だよ <laughs> 勝てないね勝てない前提で見るわ逆にどうなっちゃうんだろう何か起きるのかな助っちが入るとかいやそんなわけないよねいやけどこうなるわもう諦めるよねいや行くの ええー、けどだってもう手がないよ。ああ、そういえば使ってなかったか。いやけどこれが効くって流れなのかな。え何今使ったもんそういうことえそういうことでいいのいやめっちゃ効いてますやん。落ちてったじゃんか。 え、やっつけたもしかしていや最初から清水のじゃがん使えばよかったねそうだったらこんな聞くならや,やっつけたのかな本当にえ清水じゃなくてどういうことえタイーここで え、わからない何が起きたのタイだって。いや、勝ち方が理解できねえよ。何なんだよタイだって、急に。おいいや、もう死ぬじゃん、マジで。ここから勝ったんだ。 いや全然もう最後の勝ち方がもうけわかんねえ <laughs> いその中で怠惰に目をつけてたんだねうんえけどそんなのもう時々描いてくれないと急にこんなドカンってきても。 いやいやあらばさん終わりっすかほんとにいやほんとになんか起きそうで怖いけどえ何ああ最後の。 いやこれ勝つねえこれ勝てばすごい経験値もらえるんじゃないうんそうねえあん時殺してればねえあらば的にはうんえっ何んどういうこと何何何何が起きてんのバカなって。 え何か説明してどういう状況なのえ何今の消えてったの何わからないってわからないよアニメしか見てない俺には何かあるんだろ今のにもあそういうこともう一思いにやってくれみたいないや潔すぎ まあらばさんとやっぱ呼ばせてもらおうんーあがけって言いたいんだねうんー。 急にすごい人間くさい話になってきたなねここら辺もあれかな過去の人格っていうことを考えると誰なんだろうな本当にあ何おいえー、急に決めたね食べることなくねいやそりゃそうだよね経験値 え、そんなもんなのあらばやっつけて4しか上がんないのいやけどいやーよくあの状況から倒したと思うよ俺は、まあ、ラノブとか原作漫画とか読んでたらあれなのかなもっとおお いや何もうほんとにあなたくも子なのかなうーんおいえ何これ後ろの。おし白。え今のどういうこと白持って今あいつが思い出したってこと いやーもうこの2人のうちのどっちかなのかなよえー、あそこにいるの白いやもうめちゃくちゃ匂わせてくるじゃんかいやあれはどういうことガラスの中の何なの <laughs> わけがわからない。 だからもうこの二人のうちどっちかで確定なのかな、やっぱいや。いよいよ出発ね、しゅんくんは。エフェイはどうすんのよ。けど、卵のまんまでしょ、まだ。なあでスーとかカティアはね、もう置いてくって感じだったもんね。誰だ誰だ あ、先生なんだなんだ今の先生の描写。あれあーユーゴちょっと久々に出てきたね。えあ、なんか武器持って。また来た感じなの、せめて。ん何あ、フェイちゃん今の。いや、もういろいろ。え、これどう 演出、今のこれ何なのあの寝てるみたいな感じでもう気になるわあっち側の話がおついにやっと出るのねいや アラバさん倒してあれなんだこことはおさらばなんでねもう1匹いたよね俺なんか名前間違ってなかったっ、ね、け最初カグナだっけもう1匹いなかったうーん終わりなんだねお母さんとかもほっとく感じなんだねやばいのいっぱいいたと思うけど下にだこれで外に出ていよいよ新しい旅が始まるあーいいかもね これである種もう13話とか行く感じだ。おえ何今のはお母さんんー何今のどういうこと別のまたやべえ雲がいるってことかないや、お母さんかな どういうことだ外にいるのそれとも追ってくんのいやもう雲子じゃないもんね確実にね今のえ誰誰何何もう今度の敵は、まあ、とりあえず雲だね同種族と戦うって流れなんだろうね今のが出てきたってことはだからこれでやっぱアラバさん倒して一段落なんだねエルローはね いや、よくあそこから倒したと思うよ、俺は。細かいことは本当によくわからないけど、その怠惰が突然出てきてさ。でもこの腐食があるしさ、白がふーん、雲子っていうのもあればね、今あらば倒して急にさ、魔王出てきてさ、もうずるいんだよ、この作品の作り方。どっちなんだよ、本当に。 いや、どっちなのか、うんー、どっちじゃない可能性もある気すんだけどなぁ。 なんかほんとミスリードだと思うんだよね俺はあの二人でどっちかだよって思わせてんのはまあけどとりあえずこれでエルローが終わりましたよとでいよいよ外に出ますよって流れなんだけど出た先にあの雲がいるのかそれとはまた地下から追ってきて逃がさないよって話なのかわかんないけど謎の雲と戦うっていうお話がねこれから出てくるってことですねでそれをまた見つつこのシュンくんの冒険が始まってまあその中であのフェイがね今黄色 光の中で描かれていたけどあの子が結局どういうい進化するかってとこだよね、ま、たでっかくなっちゃうのか人型になっちゃうのかっていうところでそれをやったことによって近畿がカンストしないかっていうね有利はついてくんのかもわかんないし結局城にね先生は向かってる流れもあったり遊母がねまたあの謎の女と一緒にいるところもあったし、まあ、人間側人間側でまたね大変なことになりそうですけども そんな中またカティアとスーがどういう動きするのかっていうねもうほんと他方面にこの作品見ていかなきゃいけないからさわけがわからない本当にこれツークールまではなんとか頑張って見ていけるけどこれでツークールで1回終わって1年後とか言われたら本当無理だと思うよまあ、とりあえず今回の放送が終わるまではね頑張ってついていってみて楽しんでいきたいなという風に思いました <laughs> はいというわけでね皆さんの今回のエピソードに対する感想だったり僕のリアクションに対するコメントなどお待ちしております以上動画ぶと おがお受けしました。バイバイ。